よくあそこで抑えましたね。そうですね、この辺りは高く上がった、入りました。この7回に佐野の一発が出ました。今シーズンの第1号、引っ張った牧の当たりは大きな当たり、入った牧、プロ入り第1号はスリーランホームランに応えるか。上里2度目のバッターボックスです。初球打ちセンターへ弾き返していく、センター下がって下がって入った、今シーズン初スタメン起用に応えました、神里和樹第1号。引っ張ったレフトへの当たりはこれはもう見上げたか、入った、今日はベイスターズがホームラン攻勢。打球どうでしょうか、ライトへ、もう見送っている、スタンドに入りました、グランドスラム。大野雄大から去年は25イニング1点も取れなかったベイスターズ打線、神里が満塁ホームラン、これもいい当たり、打球はレフトへ伸びる、入ったホームラン、初球打ったレフトへ大きな打球だ、打球が突き刺さった、いい当たり、ライトへ上がった、大きな当たりになります、ライトの佐藤が下がっていってフェンスオーバー、入りました、関根の今シーズン第1号ツーランホームラン。ライトの右です、ライトの右にボールが飛んでいきますが、そのまま入りました、ホームラン、まあセカンドをレフトへと上がっていきますが、この辺りはどうでしょう、入りましたかという牧からの打順です。ライト方向伸びていきます、風にも乗って入りました。雨が強くなってきました、ストレート打った、レフトに上がった、そのままいった、6本目、久しぶりに引っ張っての一発、ライトに上がった、大きな当たり、風にも乗っていく、戸柱のホームラン、中段まで飛んでいきました、今シーズンの第1号が生まれました。なんですけど投手が打たれてしまってというような感じでしたからね、打ち上げたぞ、高く上がった、レフトへの当たりは打球が伸びていってボール際、入った、待ってました、外に一発、今シーズン第1号1点差、ボールでしたけどね、まあ、タイミングずらされてたんですけど、まあ、そこを我慢しながらまあ打ちましたけどね。いや外も打った、オースティンの当たりは高田の前に上がって左中間に飛んでいる、オースティン入りました、いよいよこの男に今シーズンの第1号、ボールがまあほとんどのカットボールだったりカーブだったりも、そうですね、ここは佐野が捉えてます、はい、右中間に上がっています、ライト鈴木誠頭の上、佐野がライトスタンドに叩き込みました、ベイスターズ、この打球は伸びていく、レフト見上げている、オースティンフルカウントからの一振りでした、ね、ここはね、昨日のことを考えると桑原の打球が伸びていきました、スタンドまで、今シーズン第1号、ここまでは持ち味が出せていると思ってるんですよね、高く上がった、これはどうだ、八木が見送ってその向こう側、大きな一発になりました、2年目20歳の左腕、速い球ライトに上がった、鈴木誠也はもう見送っている、入りました、ホームラン、ここはベイスターズが誇る外国人、オースティンが打てば外も打つ、さあロースリー、スリーボール、センターへ、これはもうセンターも見上げるだけだ、バックスクリーンの下、オースティン第4号、どうでしょう、バットの先、ここは伸びるんじゃないですか、意外と伸びるんですよ、どうだ、いった、中段まで持っていきました、2号が出ました、
撃連発、これは初めてスリーランホームランが出ました。打った瞬間ですね、8番打者の打球じゃないじゃないですよね、本当に、うん、ライトへ2回に上がってる、大きい大きい大きい、入った入った入りました、ライトにホームラン、桑原2号、センター大きな打球だ、下がっていく右中間スタンドに入りました、レフトへ上がった、外の打球は文句なし、レフトスタンドへのスリーランホームラン、打者という感じで上がってきてますよね、これはライトへ上がった大きな打球です、佐野にホームランが出ました、どうだ、大きな打球、フライが上がって逆風ですが届くか届くか、入りました、レフトスタンド、オースティンのホームラン、勝ち越し、楽にさせてあげたいというところですが、先制点は奪われましたが、さあどうか、見上げているか、見上げているか、どうだ、入った、牧同点ホームラン、アンパーは1番桑原、レフトに上がった、風が後押しするか、どうだ、そのまま伸びて入った、桑原に出ました、オースティンが当たり、ウィーラーも見上げている、入りましたホームラン、高々と舞い上がった打球はレフトスタンド中段に入りました、打ちました、宮崎の打球はセンターへボールが飛んでいる、なおも飛んでいる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 、入ったー、ホームラン、宮崎がセンターバックスクリーンに持っていきました、三谷打ちに寄ります、外の打球はライトへ上がった、ライトスタンド逆転、逆転のツーランホームラン、これで甘く入りましたよ、インコースで狙った球がね、はい、これ持った瞬間すごいチャンスですね、これ打ちました、この打球はどうか、レフトスタンドに一直線で飛び込んでいきました、ルーキーの牧のホームランです、牧第8号、陣はね捉えていった、ライトへ上がった、外の打球がスタンドへ、ベイスターズ一振りで試合をひっくり返しましたということで、峰井、伊藤光、高城という3人体制、レフトへの打球ぐんぐん伸びていく、今シーズン初ヒットがホームラン、伊藤光1軍昇格、即ホームラン、結果を出しました、使い方してちょっとバッティングコーチも指示出していった方がいいでしょうね、この辺りはどうだ、伸びていく、入りました、バンデンハーク、この回も失点、宮崎にホームランを打たれます、高めだ、レフトだ、大きな当たりはどうか、見送った、ホームラン、ベイスターズ宮崎の今シーズン第5号のツーランホームラン、今日はベイスターズ先制点を取る、星は2つ、高めに来ました、打ち上げました、レフトに上がっています、風は今ほとんど止んでいますが、それでも伸びていって、入りました、大和にも一発が生まれました、宮崎に続いてこの大和にも一発、インコースです、突っ込んできたところ、どうか、左中間、もう見上げています、もういません、外の一発、大きな追加点となる外の今シーズン第6号ホームラン、いい当たり、左中間、風は追っている、入りました、ベイスターズ今日4本目の一発、右中間、これも大きい、伸びていく、これもいった、なんとベイスターズ今日5本のホームラン、
そこまで体勢崩されずにファウルしたんですけども、はい、このストレートをねしっかりと一発で仕留めるというね、まあ、ストレートを投げさせましたよね、もうね。あのフォークへの粘りがこのホームランを生んだというところなんですか。あんまりね、はい、だった先ほどの失点でした。オースティンの当たり、これは完璧、見上げた、どうだ、場外行ったか、あ、場外には行きませんか。球場の中にとどまりましたが、第7号能見の凱旋というのも、おお、神田といい当たりだ、抜けそうだ、おっとスタンドインに入りました、一番前ですが、おお、届きました、神田と。今シーズン初めて1軍に出たといううちの8打席ありましたが、どうだ、見上げている、上段に飛び込んだ、篠直とプロ初安打が初ホームランしましたけど、はい、ボールだ、このバットが上からボールを捉えました、うん、日本です。福岡第一高校から日本経済大、ライトへ参りました。2試合連続のホームラン、神里第4号が出ました。レフトへ、間違いない、完璧な一発が出ました。逆転のスリーランが出ました。第8号ホームラン、外に出ました。うん、これもいったか、どうですか、相当高く上がった、上段、3球目レフトへ、下がっていく、下がっていってスタンドまで入った、逆転のスリーランホームラン、大和。初球から行きました、下がっていくレフト、フェンスオーバーになりました。福山の初球を捉えた牧、まっすぐ追った左中間、オースティンに一発が出ました。ツーアウトランナーなしから先制ホームラン、かわいそうでしたよ、そうですよね、2球目打ちました、高く上がった、もうこれは文句なし、先制スリーラン、思いますけどね、1点に匹敵すると、はい、打球はレフトに上がった、伸びていく、入った、ホームラン、桑原が打った、逆転のスリーランホームラン、同点に追いついてもらった後の最初のバッター、レフトへの打球、伸びていく、ボール際入りました、ホームラン、マリーンズファンの中に飛び込みました、追い込まれた中でのホームラン、外、ただ6失点、ランナースタート、レフトへ大きな打球だ、ぐんぐん伸びて入りました、ホームラン、解説の飯田さんも打った瞬間行ったというオースティンの第10号、右中間いい当たり、ぐんぐん伸びていく、入りました、ホームラン、代打ツーランホームラン、大和スピードを緩めてホームへ帰ります。そうですね、スリーワンから、あっと、レフトにすごい当たりだ、連続ホームランになりました、っています、レフトに上がったぞ、もう見送るだけ、牧に出ました、ルーキー牧10本目、2桁ホームランに乗せてきました、でオースティンです、大きな当たりが飛んでいった、左中間の真ん中はセンター岸が見送った、の牧秀吾、バット先をこう右中間結構伸びていきます、ライト、さあベイスターズファンが待っている、ここはフェンスか、越えたか、フェンスは構えます、強い打球だ、レフトダイレクトでレースグッバイ、弾丸ライナー、打ちました、センター後方です、下がっていく野間が半身の体勢、下がって下がってスタンドに入りました、ホームラン、活躍もしています、高く上がった打球、レフト後方見送って
ゆっくりとスタンドに入りました。3点を追いかけるベイスターズ、粘って粘って2番の伊藤光、強く引っ張った、あっという間にレフトスタンド飛び込んだ。この回2本目ベイスターズ。高く浮いた直球の後引っ張った、左中間の大きな当たり、伸びて入った、待っていたこの一発、一塁側のベイスターズファンからは大きな拍手。ツーアウト満塁、打った、どでかい当たり、2試合連発グランドスラム。フォーム、見せ方とかあるんですね。打った、打ち上げた、どうだ、届くか、久しぶりのホームランとなりました。交流戦の初戦、5月25日以来、どっちがどうかなと思ったりしてたんですけど、なるほど、あ、これも強い当たりになりましたが、今度はライト方向、これは入りました。2番に入っている柴田、先制のホームラン、山口俊から放ちました。のはまあやっぱり大きいでしょうね。そうですよね、横、大きな打球だ、ライトの頭上を襲う、逆風もなんのその、先制のツーランホームラン、逆風は全く関係ありませんでした。いいですよね、はい、桑原の打球はセンターの後方、センター35と見送ってる、入りました、ホームラン、及川が桑原に逆転ツーランを浴びました。落としてくるか、センターへの大きな打球だ、おー入るか、おーこれが入りました、今日も先制ツーラン、あー甘い、センターへ大きな打球、外のスリーランホームラン、今日スタメンの外、ね、センターへの打球、ラスト、これも伸びていく、伸びていく、おお、これも入った、センターへのホームランと思いますよね。わあ、叩きつけてライトへ、これが入りました、12号、1試合2発ますよね。そうですね、まあこれででかい当たりが飛びましたが、さて高く上がったものの、どうか、ボール際は内側に入りました、ホームラン、外ツーランホームランで、この回さらに2点加えました。14試合目の今シーズン登板、8勝を挙げている高橋相手に、宮崎がレフトへ打ち返して入りました。今シーズン高橋からホームランを放っています、宮崎が今日も打ちました、7号逆転ツーランホームラン。釣り球でしたが高め、捉えている、センター、その上フェンス越えていく、ツーストライク、追い込みながらという中、ホームランとなっています、第18号インサイドですが、しかしうまくさばいた、快音響いてという、そんな一振りでした、第7号のツーランホームラン。入り方苦しみましたけど、そうなんですね、まあこれ3番になってね、はい、落ち着いてきましたよね。風があるんです、レフト方向に風が吹いている、風にも乗って佐野の当たりがレフトスタンドに、あ、はい、ですからやっぱり危険なボールですよね。いい当たりがレフトに飛んでいく、スタンドに入りました。高め、高く上がった、レフトは西川、下がって下がってスタンドイン、入りました、ホームラン、1番の桑原スリーランホームラン、今シーズンの第8号。さあという中で一発警戒という中、大きな当たり入っていきました、レフトに上がったぞ、快音残っているぞ、打球はどうか、あースタンドまで入りました、ホームラン、ラ
ライトへ伸びる、入りました。レフトに上がった大きな当たりだ、ポール際だ、滞空時間は長いが今そーっと落ちた、ホームラン。変わった岩崎、宮崎にホームランを打たれました。ライトに上がりました、高く上がっています、ライト下がっていく、下がっていく、打球はどうか、入ったか、入りました、ホームラン。まっすぐを捉えました、宮崎今シーズンの第9号。打ち上げた、高く上がった、センター後方へのフライ、センター近本下がっていく、下がっていく、下がっていってスタンドまで届きました。タイラー・オースティンに生まれました、今シーズン20号ホームラン。クトニーというね、はい、本人のコメントがありましたが、打球はどうだ、伸びていってスタンドに飛び込みました。さあどうだ、いい当たりだ、亀が追っていきますが入りました。から、はい、今度は外、捉えた、左中間、左中間、左中間、どうだ、牧の当たりは入りました。代打牧秀悟、大きな大きなスリーランホームラン。どうですか、はい、いい当たり、振り抜いた当たり、ライト入りました。8回に柴田一発が飛び出しました、今シーズンの第2号。右方向、この打球はどうだ、伸びていってポール際、あーここはありました、ここで一本逆転の一打が出ました。初球打ち、センターの頭上、その上飛び込みました、スリーランホームラン。やっぱりこう左打者をどう克服するかというところですね。センターへの大きな打球だ、あこれは入った、いきなりバックスクリーンにホームランを放ちました、4番のオースティン。捉えた当たり、入りました。これもだ、これも入りました、2者連続。クリーンアップからというスワローズ打線、なんとこれも伸びていくぞ、3者連続ホームランになりました。ここまでのピッチングから1点、ゲームは推移しています。5回です、レフトへ文句なし、宮崎2試合連発。ピッチャーの駒が、おっとこれは文句なしか、ライトスタンドにライナーで佐野が運んでいきました、同点のホームランです。レフトへの当たり大きいぞ、入りました。あんな速いと思わなかったですね、はい、今度は牧が打った、レフトへ、もうレフトは諦めた、スタンドイン、飛び込んでいきました、牧のホームラン、今シーズン第16号ツーランホームランです。ほぼ外、逆方向に持っていったボールはボール際伸びていって入ったか、どうだ、入りました、ぐるっと大きく腕を回しました、バットに乗せた、右中間、バットを放り投げた、外、そのままどうか、入った、外の今シーズン第19号逆転ツーランホームラン。ああいうねホームランというのはよく見ますよね、右中間に、なるほどね、この、まあ、逆転になったのもあのね5、6、7、それを言い続けたと言っていましたが、インコース巻きつけるようにして打ちましたが、これが伸びていくのか、フェンスオーバー、入りました、山本雄大。
当たりはスタンドに向かって上がりました。中段フォアボールの後外の20号。これは詰まってますね。詰まってますか。右中間、ただ重いのが伸びて伸びて詰まってないですね。入りました。入っちゃいましたね。いきなり初球でしたね。佐野見事な勝ち越しのツーランホームランになりました。今シーズン第11号。打った、初球打ちはライトスタンドに向かった。楠本ホームラン、スリーランホームラン、今シーズンの第2号。大江投手からですからね、しかもスライダー、初球のスライダーですよね。いやもう素晴らしいホームランですね。初球から行きました、レフトに上がりました。レフトはもう見上げて動きません。入りました、オースティンの先制ツーランホームラン。本当に好きなようにやられてる感じありますからね。これもレフトへ上がって、これも行くぞ、入った、2者連続ホームラン。現在打率トップのオースティンが待っています。引っ張った、大きな当たり、ポール際右か左か、ファンも総立ちだが、どうだ、入った。1回の裏、取られたら取り返す。ここもインサイド、うまく畳んで打った、センター後方、歓声が上がる、センター後方、入った、オースティンのツーランホームラン。フォアボールの後の初球だ、センターも見送った、電光掲示板直撃。またまたオースティンのパワー炸裂。フォアボールの後の初球、このバッティングです。電光掲示板に直撃、鮮やかなアーチを描きました。完璧なホームランでしたね。初球打った、左中間、打球が伸びて、どうだ、入りました、同点ホームラン。打った、ルーキーの牧、快音を響かせて左中間に放り込みました。深々と左中間の最深部、強烈な一発。海老原さん、はい、牧のコメント早速届きまして、結果を恐れず積極的に打ちに行きましたと。打った瞬間ホームランになると思いました。ノメロが頑張っていたので援護できて嬉しいですというふうに少し興奮気味に話してくれました。あ、そうですか。もうこれ見てても確信してるのは分かりますもんね。もう当たった瞬間だと思いますね。この戸郷にはやはりタイミングが合ってるんでしょうか。ここも強い打球だ、センター方向、センター下がって背中を向けた、入りました。中に入ってきて逆方向、伸びる、伸びてライトスタンドに入りました。これがベイスターズの4番の仕事、オースティン。2球目打っていきました、高く上がって外野も見送った、上段に入りました。桑原11号は先頭バッターホームラン。高く打ち上げました、レフトポール際、伸びていく、見送った、顎が上がった、レフト、どうだ、スタンドに入った。2試合連続の先頭バッターホームラン、桑原正幸。今日もファーストスイングで捉えた、捉えることができてよかったですと明るい表情で話しました。レフト方向、風は追い風、ぐーんと伸びて伸びて入った、風に乗った佐野のホームラン。佐々岡監督の初球打ちです、右方向、ライト鈴木誠也、見送った、入った、初球打ち、ライト方向に持っていった13号、うん、そうですね。カーブをうまく捉えました、レフトに上がったボールはレフトスタンドに入りました。
今シーズンの第19号先制のツーランホームラン、運転制っていうところで2ボール1ストライク、まだ帰ってきた、大きな当たりになる、センター下がって下がって見上げた、グランドスラム、逆転満塁ホームラン、オースティンの第27号。インサイド投げ切れませんでしたね、逃しませんでした、うん、そこのこのノーアウト満塁打ち返しました、センターへ、センター塩見が追いかけていきますが、バックスクリーンに飛び込みました、打っていない小川です、さあこれはレフトへの当たり、レフトスタンドに飛び込みました、宮崎2打席連続ホームラン、差があるしね、ずっと負けて、今のはでもね、ボール自体はね、そのストライクじゃないとボール球なんですよ、はい、右中間ライトへの打球、ライトサンタナ見送りました、変化球いい当たりです、伸びていく、入った入りました、今日も DeNA は一発攻勢なのか、出ないという感じはありますよね、うん、同じような球、高く上がった、伸びていく、同じような場所、入った、第一打席と同じ高さ、同じような球、そしてほぼ同じ場所に打ち込んでいきました恐るべきルーキーです、カーブですか、スライダーではありませんでした、まあ、先ほど伊藤コーチからおそらく、はい、マウンドです、3ボール2ストライク、同じようなところに要求した、レフトへ、どうだ、レフトへ上がっている、見送ったか、見送ったか、見送った、入った、ここを投げ続けていまして、最後ストレート、どうだ、この当たりはレフトスタンドに入りました、最後そのまっすぐを打たれました、戸郷、ね、さあ 2-2 センターに上がりました、センター下がって見送った、逆転のツーランホームラン、出ていなかったんですが、最後ツーシームがちょっと浮いたでしょうかね、はい、まあ、なんか普通の反則球みたいな感じでね、近本ももう追えなかったですね、そうですね、打った瞬間でしたね、まあ、久々に外らしいホームランが出ましたよね、はい、センターのあのバックスクリーンに直撃していくような、うん、まあでもやっぱり及川がライトへ、大きな打球入りました、追撃のホームラン、佐野今シーズン15号アーチ、ライトへ高々と打ち上がった、風は追い風、満塁で飛び出したホームラン、佐野にグランドスラム、2打席連続ホームランは満塁ホームランになりました、例えば体に近いところに来ていたりすれば、そうするとまだちょっと打ち損じとかね、あるんでね、その残像が残るんでね、今だから下位打線からのチャンス、レフトへ大きな当たり、レフトが見送った、入ったホームラン、痛烈な打球をレフトスタンドに飛ばしました、桑原第13号、インサイドはライトに上がってフェンスオーバーホームラン、逆転を許してビハインドの展開、インサイド、これまた牧が持っていった、佐野、牧、連続ホームラン、初球から打っていく積極的なバッティングの桑原、ライトへの大きな当たりはスタンドへ、先頭打者初球アーチ、桑原の先頭打者ホームラン、
今シーズンこれで初球を打ってのホームランは6本目。桑原先頭打者初球アーチで1点先制。さてライトスタンドの最前列。